サマルカンド、サマルカンドは中央アジア、ウズベキスタンのこと。アムダリア側の支流であるザラフシャンガーカシにあり、機械、化学、綿花、絹、比較関係の工業が行わる。人口約38万人、2001年。ウズベキスタンの初代大統領イスラム・カリモフは、この町の出身。 ステップ気候から地中海性気候への移行部特有の抜けるような青空とモスクの色から青の都と呼ばれる。紀元前10世紀頃からイラン系民族のオアシス都市として発展し、ギリシャ資料では紀元前4世紀にソグド人の都市マラカンダはアレクサンドロス3世率いるマケドニア王国遠征軍に金のソグディアンロックで最後まで抵抗したソグディアナ攻防戦。 五漢書などの漢文資料では、広告として現れ、秋竹特図の一つに挙げられ、王族は、月主の子孫とされている。現状三蔵や、後世のアラビア語、ペルシア語の地理書によれば、ソグディアナ、マーワラアンナフルの中心と呼ばれている。都市国家の連合体であったソグディアナでは、サマルカンドの支配者が、時には、都市国家連合全体の名手となることがあり、8世紀初頭には、 サマルカンド王デイワーシティーチュが、ソグドの王を名乗っている。七百十二年に、クタイバイブンムスリムによって、ウマイヤ朝のアラブ連合軍に征服され、イスラーム化が始まった。イスラーム時代を通じて、ブハラと並びマーラワアンナフルの中心都市として、発展た。七百五十一年のタラスカ藩の戦いで捕虜となった、生職人によって、 七百五十九年にイスラーム世界で最初の聖紙工場が営まれたのもサマルカンドと伝えられる。千六十年に成立した中国党の歴史書新党女祭記伝には広国はまたの名を摩末あるいはサ・マグサダテというという意味の記載がある。イゴサーマン朝の支配を受け十一世紀にカラハンアサに征服されてからはトュルク化も始まる。 カラハンアサ時代は有力王族の所領として1210年頃にホラズムシャー朝のアラーウッディンハンマドによって西カラハンアサが滅ぼされてからはその支配下となりムハンマドは首都をウルゲンチからこのサマルカンドへ移した詳細にたけたソグド人の町としていくつもの王朝の支配を受けながらも数世紀にわたって繁栄を続けてきたしかし 十字軍戦争の影響を受けて、シリア経由路が閉鎖された結果、インドから国会に至る交通路を占めたホラズムシャーの首都として、繁栄していたサマルカンドは1220年、モンゴルによって徹底的に破壊され、人口の3、4が殺されたという。その当時の旧サマルカンドは、ラフマト側に南面するアフラースイヤー危ないし、アフラシアブ農家と呼ばれ、 現在の島一の北側にある。後に、ティムール町の王族たちの病となったシャーヒズインダ。病軍はこのアフラシア部の丘の東南端に位置する。その後モンゴル帝国の中央アジア総特府の管轄となり、カイドゥノランが集結してからは、ドゥアケのチャガタウルスの所領として確定した。1333年、イブンマトゥータは、北方のジョチウルスからホラズム、ブハーラーを経由して、 タルマシリンが治めるチャガタイウルスを訪れている。イブン・マトゥータはタルマシリンとの越見を終えるとサマルカンドにも滞在しているが、市街地にあった宗教施設、宮殿、城壁、城門の類は後方もなく消滅して大部分が廃墟になっており、かつての街の内部はいくつも農園がある、と述べている。郊外にはアラブ征服時代の聖人病があって、 サマルカンドの住民たちは、頻繁に産経に訪れているとも述べる。14世紀末から15世紀にかけては、ティムール町の首都として繁栄。市街地の内部には、ティムールの母廟であるグーリアミール廟や、ビビハヌムモスクなどが、アフラシア部には、シャーヒズ・インダ病群が築かれ、郊外には、ティムール町の王族やアミール、帝神らが、大小様々な庭園や牧場。 宿営地などを設けられた。西域番国史によると、15世紀初頭、民の英楽三角の命を受けた人生が、陸路でこの地、サンバ時間と記録されているを訪れている。ティムールの孫、ウルグベクの時代に天文台が築かれて、その当時の建物を含めて、文化交差点として、ユネスコの世界遺産、文化遺産になっている。ティムール朝後期は、 昭和がさまる感度をめぐって、争奪を繰り返すようになり、後のムガル町の始祖となった、バーブルも、孤地のフェルガナからたびたび自ら遠征して、この争奪戦に加わり幾度か領有してる。その後、1500年に、ジョチウルス系のウズベク勢力であるシャイバーニー町のムハンマド・シャイバーニー藩によって征服された。その後はジャーン、アサなど、 シュルク系のウズベク人の国家ブハラハン国に属し、首都の地位はブハラに奪われたが17世紀にはウルグベクのマドラサとタイになるシールダールマドラサが追加さて現在のレギスタン広場が形成されるなど中央アジアの主要都市の一つとして機能した。しかし、18世紀中頃からはウズベク諸政権内部の対立や周辺の諸部族の構想、さらに イランからアフシャール・朝のナーベルシャーの侵攻を受けるなど、したために後輩が激しくなった。19世紀には、ブハラ・アミール国の発展によって復興されたが、アミール・ナスルラーが没して、ブハラからの支配が弱まると、1868年には、ロシア軍に占領され、ロシア領トルキスタンに編入された。サマルカンドはもともと、ブハラと、同様イラン系である、ペルシア・ゴア社。 すなわちタージーク、タジク人の多い都市であったが、ソビエト連邦時代の1924年、民族的境界確定により、ウズベクソビエト社会主義共和国に区分され、1930年までその首都であった。気候は大陸性で寒暖の差が激しい。夏は乾燥して日中は40度近い国所となるが、標高が702メートルと高い分、タシュケントよりは、 暑さは柔らぎ、朝晩は比較的涼しい。冬は寒く、積雪もあるが年によって違いが大きく、1月平均気温の0度前後を大幅に下回る寒さとなることもあり、過去には低、摂氏25.4度を記録している。クーロリクロ、2018年12月25日 NHK、BS プレミアム番組世界触れ合い街歩き。 シルクロード青ノとサマルカンドをウズベキスタンで放映。サマルカンドには日本語を学習する学生も多く、特にサマルカンド外国語大学に学習者が多い。1986年、吉田拓郎がサマルカンドブルーというタイトルのアルバムを発売している。次のような高等教育機関がある。など。レギスタン広場には、ウルグベクマドラサ、シェル、ドルマドラサ、 ティラー・コリー・モスク・マドラサの3つのマドラサが立っている。グーリ・アミール病はティムール及びその家族の霊病である。アクサライ病はグーリ・アミール病の南東30メートルに位置する霊病である。ウルグベク天文台はウルグベクにより1420年代に建設された天文台である。シャーヒズ・インダ病群はサマルカンドの霊病群である。ビービー・ハーヌムモスクは サマルカンドのモスクである。アフラシアブはサマルカンドの北にある遺跡である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。